これは毒だ。毒！お粗末和尚の言葉を聞いたトドマツはそのまま廊下に走り出て大声で叫びました。ちょっとみんな朗報なんだけど、お粗末和尚今毒食べてんだって。もうすぐ死ぬわこれ。やったね。実は僕夜中に和尚の寝床にとつってみたっていう企画をやってる最中なんです。僕の体験を仲間に面白おかしく話すんですよ。いいところまでは無料で、それ以上聞きたいなら金出せよっていう。何その企画、坊主が金取るなよ。正確には夜中お粗末和尚の寝床にとつって屋根裏に隠してあるエロ本をこっそり読んでみたっていうタイトルなんですけど。おい